独立市長兵第一次連隊は、三成小体元で編成された、第二本帝国陸軍の連隊の一つ。日中戦争では、独立市長兵連隊が4個連隊編成された。うち2個連隊は南方に転出した。市長兵連隊が、師団所属であったが、独立市長兵連隊は、兵団部隊として運用された。 昭和15年2月15日動員課令賞は15年3月24日、編成を完結し、第一軍司令官の励下に入る。連帯本部、三成昭大元第一中隊、節剣第二中隊、分陽第三中隊、陽泉第四中隊、大県在北市第一点二三点四、平坦市長平中隊を機関として編成された。編成完結後は、 中屯地付近の警備及び、輸送業務に従事する。主な戦歴昭和16年5月7日から6月15日、中原海戦昭和16年7月3日から7日、盲剣、高南川築総滅戦昭和16年8月3日から10月15日、進むさつき変区性変粛政作戦昭和16年9月20日から10月20日、 水心が作戦昭和17年、節作戦昭和19年4月、警官作戦昭和20年3月23日から6月末日労、川口作戦昭和15年2月召喚0人、左官4人、以下23人、巡視官8人、下士官62人、平成592人、その他56人、合計1745人が在籍した。馬1321頭、 昭和20年9月10日2071人は1070頭、昭和21年5月12日399人、博多へ福音昭和21年5月16日567人、佐世保へ福音昭和21年5月21日572人、佐世保へ福音昭,昭和21年6月5日、残務整理完了に伴い福音完結。ありがとうございます。